こっから、こっから、こっから。はい、じゃあ今です。このチャンネルではネイティブは毎日のように使う英語表現を私はクイズ形式でお届けしてます。そしてもって、ネイティブのリアルな発音をしっかりと皆さん身につけてもらいたいためにリアル発音記号で教えてます。OK、じゃあ行きましょう。今日は、週末も遅くまで寝てるんですっていう表現です。これ英語で何て言うでしょうか ?3 秒考えてください。OK、では答えです。答えは、I sleep in on the weekends。いいですね。週末やっぱり、ね、遅くまで寝てたいですね。で僕はそういうわけに行きません。セミナーとかで土日やってます。週末にやってるんです。 OK、 じゃあ行きましょう。Sleep in が Sleep in 遅くまで寝るっていう単語なんですけど、週末にこうめり込む感じで中に入っちゃうよみたいな感じで Sleep in なわけですね。 OK、 まあこれで覚えやすい人はこれで覚えておいてください。で決してこうやっちゃダメですよ。Oh, I sleep in on the weekends とかやってるとなんかこの人大丈夫かないって思われちゃうんで気をつけましょう。 OK、 あくまでもこうスマートにですね、あれしてください。 OK、 じゃあ行きましょう。リアル発音記号こちらです。 I sleep in、 つなげてください。 I sleep in、 そして on the weekends も in の n とくっつけちゃって sleep in on the weekends。 I sleep in on the weekendsI sleep in on the weekends. I sleep in on the weekends. いいですね。ちょっと言い方変えてみるとなんか英語っぽくなったりする人もいるかもしれないので、ちょっとやってみてください。OK、じゃあ、やり発音曲やりましたね。じゃあ一緒に発音もう長くやって終わりにしましょう。I sleep in on the weekends. I sleep in on the weekends. こっから I sleep in on the weekends.Very good. いいですね。やっぱりこれちょっと漢字を変えるとなんか漢字が変わっていいんですよね。で、そのままですね。いいです。やっぱそのままがベストですね。そう、今までこういろいろ難しく説明しようと思ったんですけども、やっぱそのままでいいんですね。OK。なので、そのままでいいということですね。そうだ、それはそのままだ。そうですね。OK。So thank you very much for watching. Please watch my next video lesson too. OK, guys. Take care and see you later. Bye.